今朝沼津市内浦の沖合で4メートル余りもある珍しいサメが定置網にかかり沼津港に引き上げられました。東海大学海洋学部の田中翔教授によりますと、このサメは深海に住むカグラザメのメスで、これだけ大きなものが駿河湾で捕獲されるのは珍しいということです。